東プロイセン構成は第二次世界大戦東部戦線におけるソビエト赤軍のドイツ国防軍に対する戦略的攻撃のことである。一部のドイツ軍部隊は5月9日まで降伏しなかったが、攻撃は1945年1月13日から4月25日まで続いた。ケイニヒソベルクの戦いは東プロイセン構成の一部分であったが、 ソビエト赤軍の完全勝利に終わった。東プロイセン構成は、ドイツの歴史家の間では、第二次東プロイセン構成として知られている。第一次東プロイセン構成によって行われた。東プロイセン、ポーランドを3 0トルから6 0トル進撃している間、ソビエト赤軍は多大な損害を出すこととなり、大規模な補充を受けることができるようになるまで攻撃は、 延期された。攻勢の中心は、第3四路ロシア方面軍が務めることになっており、ドイツ中央軍集団の北方に配置されていた第3総甲軍と第4軍の防衛を排除して、ケイニヒスベルクへ向かい西へ進撃することを任されていた。第3四路ロシア方面軍の右である北方では、第1バルト方面軍がメーメルで形成されていた小規模な共闘法を押しつぶし、 メーメル側に配置されていたドイツ第3総甲軍に攻撃を行うことになっていた。さらに第3シロロシア方面軍の左側面は北西へバイクセル側へ進撃するよう命令されていた第2シロロシア方面軍の支援を受けており、これらの攻撃で東プロイセン全体を閉じ込めることになっていた。ソビエト赤軍の攻撃はケイニヒソベルクの東、 インスターブルクの細い道やハイルスベルクなどの地形的に有利な地点で防衛が行えるドイツ軍の利点に対してソビエト赤軍は多大な犠牲を出しつつも安定した進撃を見せた。この数日にわたり第四軍がソビエト赤軍の側面への迂回に気づき始める間第三総甲軍は大きく撃破されケーニヒスベルクに退却した。1月14日、ロコソフスキーは ナレフ川全体で攻撃を開始、1月20日、エルビングへ向けて機体主軸を回すよう命令された。この突然の方向転換は、ラインハルトとホスバッハを驚かすこととなり、ロコソフ、1月24日までに、ロコソフスキー以下の主力戦車部隊は、フリッシュ型に到着。そのため、東プロイセンに集中していたドイツ第4軍と第2軍の一部師団は、 残りのドイツ軍と分断された。同じ日、ホスバッハは防御を固め、東プロイセン防衛拠点の中心であるレッツェンから撤退、西へ突破を図る一連の強行軍を開始しようとしていた。一方、チェルニャホフスキーは東から防衛拠点を包囲することに成功、ドイツ第三総合軍の残存部隊を、ケーニヒスベルク、ザーアムラントへ押し込んだ。一月十八日、 バグラミアンの部隊はメーメルを占領、街の防衛を担当していた参考師団の残存部隊は防衛を強化するため空としており、ザーアームラントへ移動していた。効果的にドイツ中央軍集団を包囲したことにより、ソビエト赤軍は東ポンメルン構成においてポンメルンのドイツ軍を撃破しながらベルリンという最終目標へ向かうために北側面で考えられる。 あらゆる脅威を取り除くことに集中することができた。東プロイセンから脱出して全滅を救おうとしていたラインハルトとホスバッハは司令官を罷免され北方軍集団と解消された。軍集団司令官にはロタール・レンデュリックが任命された。ラインハルトはこれ以上何も言うことはないと言い残し指揮を放棄した。 撃破された第三総甲軍司令官ラウスと司令部要員は新たな部隊に割り当てられた。一方、防衛している部隊はチェルニャホフスキーの部隊により3つに分断されて包囲されてこの後もドイツ軍はフリッシュ殺場で終戦まで抵抗し続けた。ありがとうございます。